2019年3月2日、お台場、ダイバーシティ東京プラザというところです。まあ、今回このモデルが2台目なんですが、ガンダムというアニメのロボットのモデルが、展示されています。まあ、このエリアは、お台場、もともと砲台があったお台場エリアとして、今日土曜日なので多くの方が訪れています。この左上のラウンドワンというお店は、ボーリングとかいろんなカラオケとか、まあ、特に高校生たちが集まっていろんなものを遊べるというような、エンターテインメントプラザというんでしょうか。で、左上のユニクロというのが、大衆、コストパフォーマンスのいい、ファストファッションということで有名なブランドです。